か、地元で開催、まあ、地元記念とはまた色合いが違いますけども、はい、そうですね、あんまりカーブの経験ないんですけど、うん、まあでも直前結構練習して、だいぶ感じはよ、タイムも出るし、まあ、カーブで、はい、あ、チクプロとかで使ったりとかしてるんですか？なんですけど、あのチーム戦が抜きとかなんで、その辺はあんまり個人ではあんま走ったことないんで、ちょっと毛色が違うわけですね、カーボンカーボンでも、うん、今直前の練習とおっしゃってましたけど、タイムとかも、そうですね、バイクで誘導してもらったりとか、あで、まあ、スピード練習は結構多めにしました、そういう意味では、まあね、ちょっと毛色と色合い違いますけど、仕上がってる感覚っていうのはあるんですか？そうですね、まあ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 やってきたつもりだと思うんですけどね、まあ、優勝したいのとか、うん、一番車っていうのは大きいんですか、こういう場合は？いや、でかいと思いますね、うん、けどまあでもスタートがね、ちょっと普通の競輪と違うので、うん、その辺、まあ、うまくいけたらいいと思います、まあ、地元で最終日ですよね、まあ、ちょっとそうですね、まあね、決勝乗るだろうって、この前にちょっと一着取れるように、そう、勢いつけれるようにね、まだ分かんないけど、流れをね、つなぐという意味でも大事ですもんね。見に来る人とかいるんですか、こう競技やってる人とか？いや、もう、競輪と変わらず、はい、ちょっと地元で見せ場をね、なんとか作れるように、ねはい、頑張ります。頑張ってください。